でございます。はい、はい、いい流れで来てるね。いい流れですね。完璧ですね。うん、うん、え、どうした。いや、いい流れ完璧だなと思って。さすがに、うん、ね、やっぱり朝より可愛くなってるよね、はい、ありがとうございます。朝より可愛くなってる。ありがとうございます。何か弾くたびにこう可愛いポーズ。そうだね。可愛いポーズを取らせていただいてます、ね、そうだよね。やっぱ可愛さが全然違うよね。やっぱ増してきてます。どうですか、老けましたね。全然ですよ、全然プラマイゼロぐらいですよ、まだ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 。この基準よくわからん。後半戦はやっぱりそこからやるタイプなんで。なんだ。後半戦は割と頑張る。何の取ります、何を取りますか、あのミッションですか。プレミアのゴッドを引こうかなって。ああ。レシートが。あ、そうですね。あ、なるほどね、はい、プレミアそれ追加で1万入るんで無条件で。なるほどね。そういうところで手助けしていこうかなと思ってます。はい、はい、現状、まあ私は、はい、まあ初当たりがもう赤七赤七、そして赤七中ゴッド完璧。はい、もう素晴らしい。3つ2つか2つミッションは達成したところです。ね、すごい、はい、活躍したと思います。すごいよ。まだあと5セット5セットはあって、で今 G ストップのところで前半終了で、はいはいはい、でゴッド今ゴッドステージまだなんですけど、あと9ゲーム残ってるんで、ここでまたゴッド引けば9ゲームでお前9ゲームで引く気か。すごいな。かっこいいね。かっこいいな。いやでも今日の東條さんならやるかもしれない。そうだね、なんか流れはね、もう一個くらいはミッション達成できればな。そうだよね、はい、どうですか現状。私現状最初にあの神の雷ミッション1個クリアしてまして、はい、と特にないです。コインがないってこと。コインもないです し特に何もないですね。あで今私も一緒で G ストップ入ったところでやめてるんで、ここから勝負ですね。どうする。ミッションは1個クリアしてます。おそこだけは、はい、よかったです。強調して、はい、よかったです。どうする。これで3つで3つ、今3つなんで賞金、はい、6000円。そうです、6000円。1人2000円プラスです、はい、今どうする。2人戻ってたら通常画面戻ってくる。消化されてた。いやもう私泣きますね。もう私の唯一の見せ場がって泣きます、ね。3HV とかのクソみたいな手で止まった二人とも。いやもう本当泣いてはみきますね。本当に腹立つな、こんなところやめてきやがって言ってね。てはい、それは悔しいよね。悔しいですね。はい、でマリモさんの、僕はもう前半はねご覧の通り単発ですよ、天井、はい、総投資結構いったよ。5万5000近くいって、ただご覧の通り、はい、そうですね、赤七でね、すごかったですね。そうエクストラにあそこで入れられなかったっていうのが、まあ、ちょっと悔しいところですが、まあそれでも自分の負債ぐらいは戻せるぐらいやったんで、はいですね、まあ、その最中に何か起こせれば、そうですね、そう れ、まあ、やれる気がするね。 V チャンスとアメグレチャンス2人ともありますもんね。そう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 、そうですね、あとはまあまあ、ね、まあ、ゴッドゴップレミアムのなんか演出か、はいはい、とかエクストラ、え、あ、何が残ってるの。エクストラとエクストラ、G ストップ中の7ゾロイ、V ゾロイ、あとアメグレグレイスかな。あと何かありますか。いやまだあるな。銀河、銀河、あ、銀河とエクストラ か、 エクストラか。結構あるね。結構あるんですよ。意外と3つ最低でもあと2個は達成しないとちょっと。そうね、はい、そうですよ。でも前半で3ついけたんで、後半はしかもまあいろいろ演出が出るような状況だしね。そうですね、当たり中だからね今、うん、はい、もう2人からすごいこう、うん、来てるから。なんだよそれ。誰が来てるって何。何が来てるのか教えていただいて。すごいかけちゃったけど、もう大興奮ですよ。もう赤七消化中に、ね、ここで見てるときに鼻息もうずっと、いやマリモさん邪魔しちゃいけないと思って黙ってましたけど、すごかったからやっぱ興奮しちゃって、そう鼻息がねすごくて、ね、食べちゃいそうだった。食べちゃいそう、食われるかと思いますよ。本当に危なかった。美味しそう、頭食べそうだった。いや本当危なかった。やめな、頭がおにぎりに出てきちゃった。美味しそうに見えて本当に怖いんで、そろそろ後半頑張らないと食われるかもしれない、ね、そうだね、食べちゃうから阻止しようと思います、ね、頑張りましょう、ね、はい、ということで後半戦も、はい、引き続き頑張っていきましょう。はい、行きましょう。では後半戦、はい、はい、じゃあ私の Gストップから、はい、やりたいと思います。7ね、7、7取り1名。
めっちゃ頭の匂い嗅いでるじゃないですか。だから今しごさんあったよ。しごさん、しごさんあったじゃん。ふざけてたら。7ある。ある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 。7。最高最高。111。ああ。おお、いや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 、どれがいいの、どれがいい、 V、まあまあ、V、 でも S だったら、あ、 S もありだ、エクストラがやっぱりあれ、そうだね、 SSSS、 なんだその指は。ああ、いける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 、いけるよいけるよ。いや、いいよいいよ、上乗せしたのはすごいよ、いいこといいこと、まあまあまあ、そうそうそう、さすがだね、さすがだわ。あれ金色、金色、金色ですよ。今日2人金出してるよ。こんな実践なかなかないよ。ないですよね。なかなかない。ほら、どうですか、金色、金色、金色見せてくれよ。よいしょ、よし、それでは行ってまいります。頼むぞ、頑張れ。まずはリーチ目だそう、まずはリーチ目、リーチ目、鏡ほら出やすいしね、今ね。ああ、いるいるいる、135、135。ああ、待って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 、タイムタイムタイム、危ない危ない、これで外したりしてね、当たることすら、鼻息かけてる、鼻息かけてる、近い、すごい近い、どうしよう、すごい近い、どうしよう、すごい近い、見てるぞ、お母さん見てるぞ、マジで本当に2018年の記憶見えてる、完全に見えてる、見えてる見えてる、やったやったやった、ここに来てやったね、やったね、マジでリーチ目はなかったけど、リーチ目はなかったら7揃い、リーチ目はこれからまた出すんで、出すよね、いいですか、これは。いやー、何このインチキ臭い展開。すいません、なんかすごいよこれ、よかったです、みんな仕事してるぜ、ありがとうございます。え、これで4つ目、4つ目です、4つ目です。いやー、いい DVD ですよこれ、いい DVD です最初2時間がやばかったよね、後半スタートやばくないですか、やばい、いや、いいスタート、当たって当たってだもんね、切りましたよ、今流れに乗ったんで2人の、いや、来ましたね、ありがとうございます、これはもうみんなで万枚を目指そうじゃん、全員で万枚を目指そう、出玉で、そうそう、それもそれもミッションじゃないけど、みんなで万枚を目指そう、そうしましょう、わかりました、やりましょう、よし、多分あれですよ、 G ストップの7揃いなんてもう半年ぶりとかだと思います。よかった、挽回できた、嬉しいで、まあ5とか違ってループがない分5セットできっちり終わってしまう可能性があるので、その間にね、どうにかしましょう。おさらいしとくと、熱い演出でしょ、 SGG、ゴッド、G ストップ、でリーチ、まあこれとこれはそのうち出るでしょうって感じだけどね、ここが結構、この3つがかなりの難関ですからね。まあまあまあ、でも今日の流れだったら出ちゃう気がするな、全部全部出ちゃうと思います、そのうちね。お、4連、あー、ダメかな、あー、来たー、上乗せ、まだある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 、よっしゃー、まだあるまだある、あー、2発、でもこれで11発かな、11発はあります、すごい、雨ぐれありますよ、あるね、ありますよ、むしろ4セット台で流れるかもしれない、あ、まさかの10連、あ、あるかもしれない、10連、残り10個以上、
グレ聞きたいな。人の代でもいいです、アメグレだったら。せーちゃん、あー、あー来た、なになに、あ、アメグレ流れた、流れた、流れた、見て、うわやばー、いや、演出で出したか、すごい、流すとかじゃないんだね、いいね、ねえ、いい、よい、いや完璧やん。え、じゃあもうこれで5個目、5個、あ、なんだっけ、5個で、賞金が5個で3万円になりました。お、やったやった、これで出玉も獲得できるし、1人当たり1万円はゲット。そしたら次、あと2個行ったらまた上がるんで、あと2個でこれどれいけそう、どれいけると思う、これ V は絶対リーチ目と V、 そうね、この2つだね、リーチ目と V、 ここはいけますよ、ま、全員さ V 揃いの可能性もあるし、あります、あります、リーチ目もね、あります、あります。ちょっとじゃあめぐれな聞かせてくださいよ。 ありがとうございます、いい、ね、何回聞いてもいいね、なんか人の代でもいい、なんか人の代でも感動できる、握手したくなるよね。いや本当ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、なんかよくわかんないけどね握手したくなるやれました、すごい、あいつ大活躍だね、すごいですよ、まあ、かわいいの、かわいいの、かわいいの欲しいな曲に全然合ってないですよ、これいやかわいいの好きだわ、俺すごい、こんなことあるんですねやばい、怖い、後半はひたすら当たってる映像ですね、多分通常に戻るのはどうかな、まあ今んとこ一番早そうなのはやべですけど、まだ可能性としては全然ひたすら伸びることもありそうな、Bストップ鏡1枚で7だからね、この場面でですよ、この場面でね、あれやらかすくらいだから行くと思うんだよな、この後もまだ何か、お、4連歌う、歌った、歌った、3セット内で歌った、ちょっと3セット内で歌った、3セット内じゃねえ4セット内で聞こえないもの、何聞こえない、嘘でしょ、3セット目で歌った、実はやば、全然聞こえない、聞こえるよ、アメグレなんで俺はクリアしてんのに常に2番前置なんですかちょっとちょっとあれはさ、気づいてると思いますけど1個もミスしちゃったやってんだよ俺も、本当ですか、SGG も入れたし、そうですね、アメグレも流したし、ね、激アツも出したよ、で全部終わってんだもん、そうです、ちょっと耕した後に俺行ってんだよ、ま、もう一回ちょっとでもそれは君本当にすいません、なんかまあいいや、まあ、でもこれで、いやすごい、あ13、そう、13まで行くから、うわ4000枚ははたい、やばいっすね、まんま全然 あるじゃないですか、あるあるある、まんまいだよ、ありますよ、やべえ、とりあえずまあまんまい、出玉でまんまいね、頑張ります、やば、いや久々4セット台で、しかもここで乗るか、3セット目乗った、気持ちいいこれマジ終わんないかもしんね、あーリップね、あー惜しい、いやちょっとあのタイミングで流れるかね、お連しろっつって叩いてさ、アメグレです、アメグレです、そきたらアメグレじゃないですか、やっぱりそう思いますそりゃそうでしょう、そうですよね、でも今日やっぱ流れに乗れてきてるんで、そうね、これで感染する感じがあるじゃん、今日伝染するというか、伝染しますね、そうだね、でもやばく3台アメグレ流れたらやばいですよ、やばいねそんな DVD なかなかないよ、なかなかないです、なかなかそんな映像なかなかないです、ちょっと頑張ります、聞かせてください、はい、アメグレと来たら私もアメグレでしょと、確かにね、
そうなったらとても綺麗ですわ。乗せないとな、とりあえずこの5セット以上やってても5個か、いや5個、いやーきついな、いやいけます、大丈夫。上乗せ3でしょ、12、どっかでじゃあ計算合わないね、計算合わないがやっぱどっかで乗ってんだ、はいはいはい、どっかループして乗せてんだね。13までは僕が見た限りでは行かないかったのに行くってことはどこかで乗ったってこと、来るよ、あ、V ゾロ、はい、ちょっとあの残しといてもらっていいですか、あ、ごめんなさい、すいません、V の終わりが来てしまって俺さ、結構出てんのにさ、何一つやってねえからさ、そうなんですよ、すいません、今3つずつクリアしましたそうだよね、VV V、あ、そう、VV ありがとう、なんか V ぐらいだと一つも嬉しそうじゃないよね、みんないや、でも誰かしら絶対出ると思ったんで、まあ、まあまあそうなんだけど、これで3つずつミッションクリアしますあとさ、まあ、リーチベアはまあいいけど残ってるのめちゃめちゃハードル高いんだ よ、 SP もそうだけど、そうですね、ちょっとこれは考えもんですな難しいですよね、こんなに出てる、うん、なんか貢献してない感じがすごい、素晴らしい展開、でも企画はミッションを達成するっていう、そうだね、この不思議な感じ、3人でやるもんだから、そうですよ、そうチームワークは完璧ってことですよ、そうだね、はいそうだよ、そうだ、その通りだよ、そうチームワークですからいいんです、残りがちょっとハードル本当に高い、あ、八百屋、マリモさん、八百屋ってリーチ目ですか、八百屋リーチ目ですか、リーチ目、え、リーチ目出したの、出したのに、マジかよ、あの、レバー叩いちゃった、やおや、あ、やおや、レバー叩いちゃった、あ、でも一応気づいたってこと、やおやって気づけました、だって、気づかなければノーカウント、気づいてるもん、やおや、お、じゃあ、いいじゃん、やったー、お、完全に俺もう出る幕なくなってきたよいや、まだあります、銀河と、いや、だから出ねえじゃんっつこれまず、通常時に落とさなきゃいけねえんだから、今7個達成したんで、あー、6万円、6万円になりました、よっしゃー、やったー、すごい、あと2つ、あと2つですよ、え、こんだけストックあるんで1回通常時落ちたらワンチャンチャンス あるあります、あります、あります、ただなんか G ゾーンをさ変速をしてっていうのはちょっとやらない方がいいよね、そうですね、おかしい、それはおかしいから、はいはい、まあもし落ちた場合、落ちた時まだでも銀河を期待しましょう、はい、期待しましょう、全然ありますもんね、あるね、いや、あなたすごいね、大活躍、すごい、ありがとうございます、素晴らしい、早くミッションをお願いします分かってるよよかった、出た、出るとは思わなかったけど出たよかった、すごい、こんな出るもん、ほんとすごい、ほとんどこんなの無理だよって思ってた、何達成できるんだ、これブラックアウト以外の確定エースだったらいいってことですか、だから戦車で先読みとかさ、あれもじゃあプレミアに含まれるってことですか、戦車7とかあとなんだろうな、まあ各ステージのやつと、ね、
あとなんかあのゴッドフリーズじゃなかったらいいってことですか。フリーズじゃなかったらそういうことですよね、この書き方的に。そうだね、了解です。フリーズも多分ハレルヤはありだろう。そりゃそうですよね。まあそれはゴッドインゴッドか。そうかどうか。まあ、とりあえず一発引かないとあれですね言えないよ。うん、おおおおお、やったか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 。いきますよ。なんだと思いますか。左中段にゴッドが見たいね。やっぱり私も、ね、左中段ゴッドが見たい。そっちですよね、今求めてるものは。そうだね。いきますね。いきます。おおおおやったね。プレビューじゃない、イカズチ、同じ同じ。どうした今日、マジ狂ってるぞいやこれはなんかなんか疑われてもおかしくないレベルだ。できすぎてますよね、やばい。いや後半やっぱスロースターターなんでなるほどね、ありがとうございます。いやアメグレチャンスできそうです。全員ありますよ。アメグレ、もうこの時点で、はい、もう G ですよあなた。はい。あの人 O ですよ。僕 D なんで、もうゴッドですよ。ああ素敵、揃った。揃ったね。あとアメグレ流すだけだね。そうですね。そしたらもう全部達成したことでいいんじゃないですか。3人アメグレ流れたら。あのエクストラ入れるとかより、はい、よっぽどすごい、はい。すごいですよね。今日の展開は。だってこれで。出玉で万枚出てるとかだったら、そうそうそう、全部コンプリートプラスアルファくれてもいいかなぐらいの。そうそうそう、交渉の余地ある、ね、そうですよね、あります。じゃあまずじゃあ、はい、もう一発だゴッドインゴッド150ゲームぐらいあるでしょ、多分。ありますあります。全然 全然まだもっと、もうちょっとあります。もっとある、はい、やってやろうぜ。やってやりますわ。私まだハレルヤ見たことないんで。俺もない。あ、ないですか。人の代でもない。そう、ないんですよ。やっぱ見たいですよね。見たい見たい。頑張ります。記録に残しましょう。はい。どこから流れてる。止め、一回止めたら、こんな流れ方すんのふって流れ出した。今ビビったね。だってこの前まで流れてなかったのに叩いた。え、まさかの。すごいな。驚いた。いやーちょっと記録に残る凱旋動画かもしれないこれは。楽しい。はい。まあ、演出的にはプレミアではなかったんですけど。ゴッドインゴッドのチャンスとかいろいろ増えてきてるんでやったりいただきます。ありがてー、本当に嬉しい。あと186ゲームだ。あー、ハレルヤゴッド。1651枚です。あ、ひなが3連してる。抜けた後につなげたいですね、これは。ほっ、はぁ、あ、3251枚。グー、2セット目。
3617枚。私が今唯一通常時にいるので銀河演出とあかななもう一回弾けばいいんですね。当たるんだ。超速い前兆だった。当たりました。うわー早かった。だって137ゲームですもん。やったー。Gストップ、Gストップ。ああ、Gストップ。ある。誕生日、私の7月8日。やった、Gストップだ。とりあえず、やっぱ S ぞろいかな。 S ぞろいが欲しい。ボタンが欲しい。 S S S。行こうか。ああ、S ホールド。ボタン全然出ない。とりあえず乗せたい。このままだと AT をひたすら消化する感じになっちゃうんで、一応まあ、もう過去にも何度も言ってるんですけど、お得情報とかハテナとか出てこの形になったら右に丸狙うと必ず1枚取れます。ここ狙うと、ここ狙わないとここにリプレイ止まんないで、ただの外れ目が止まることあるんですけど、狙うと必ず取れる。このゴッドリップリップのね、目押ししないと取れない1枚っていうのがあるんですよ。これね、だからまあ極端なことを言うと、何らかの演出、押し順波以外の演出出た時は右にデカミに丸狙って中左適当に押すっていう打ち方もある。そしたらまあこれ以外は取りこぼす役って厳密ではないので、デメめちゃくちゃになるかもしれないけどっていう打ち方もあるんですけど、まあ、それだとあんまりね面白くないというか、なんでまあ左から押してゴッドリップってなった時に右に狙うっていうのがいいのかなとは思います。一応ね1枚とはいえ長い目で見れば
ちょっとずつちょっとずつこう積み重なっていくもんですから、取れるもんは取ったはいいよね。なのでまあ目押しできる方、あのデカミリが見えるよっていう方は狙ってみてもいいんではないかと思います。よし、はい、マッセット2474枚。9セット目、あと最低11セット G ストップの7とゴッドとで1枚で1個抜けてるんで、あればいいんですけどね。なんか2人は当たってるしさ、いいな。ちょっと寂しそうだよ。え？ちょっと寂しそう。おにぎりが欲しいんじゃないか。あ、エネルギー不足ですかね。まさかの。え、なんか炭水化物欲しそうな顔してるもんだって。確かに。次パスタとかじゃないですか。え？昼間米食ったんで。ほう？打ちながら？忘年会的だって鳥ざり分けないでパスタトングで食べてましたからね。なんだなの寂しそうなの。まだやること残ってるよ。まだミッション達成してないの。銀河エクストラプレミアムね、出そう。もうちょっと頼むよ。これで見えてるセットラストですね。ループ1個でもいいから出てきてほしいな。お、4000枚超えました。聞いた？2発目？エラーが、エラーが出ちゃったけど。見せてください。ほらほらほら。眠そうな顔してる。あいつの目を覚ましてやろうぜ。あいつの目を覚ましてやろう。やっちゃいます？いきますよ。あるあるある。いけるよいけるよ。そっか、赤菜が苦手なんだよね。そうですね、そうですよ。すごい時間かかるんでちょっと待ってもらっていいですか。すげえな。もう、だいたい引いたよね。はい。レアのやつ、はい、もっと引いて、赤菜が引いて、奈良揃えて、はい。あとは、アホ、アホ面じゃないですよ、あれアホです。アホ面は何なの。喜ぼうよ、ほら。エクストラチャンス来たんだよ。これがラストかもしれないんだから。あの顔もう起きてんので精一杯だよ。あんだけ可愛い顔してきたのに、ね、さあラストラストのエクストラチャンス。いやこれもエクストラ入んなかったらもうダメですよね。これはちょ時間的に厳しいね。そう厳しいですよね。制限時間があるから一応ね。はい、頼むよ。俺この余談ですけど、はい、余談ですけどオールナイト実践行って三重の、はい、新年一発目の赤菜がエクストラだった、はい、えいきなりいきなりで、それで十何発乗せたからやばいですね。エクストラスタートもなくはないよ。ありえなくはない、ね、ありえなくはない、ね、期待しましょう。はい、よし、それでは行ってまいります。はっ、頼むよ頼むよ。お、いや引くね。いやいやほらすごい綺麗な綺麗な目だよ。綺麗綺麗狙ったんじゃん。わざとですよ、わざと。おしゃれおしゃれおしゃれ狙ったんです。辛い。もうエクストラではないと思うんで
なんか聞いてメデューサ入れないと。エクストラはないけど、まあこれから昇格させよう。なんか弾くしかない。メデューサだね、まずはメデューサ。中断キララとか弾いて。そうだね。そうじゃないのよ。うわ、なんもいけない。お願い、ラストチャンスだよ。あるぞあるぞ、やれるぞ。ある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 、ラスト。あー、無限大。いや、だ、いや、頑張ったんだよ。いや、頑張ったんですよ。目指してるところはエクストラだったんで何も弾けなかったですし。いや、まあ、高みだよね。すごいです。高み、エクストラあまりにも高みすぎる。いやいや、高いですよ。で、一番残念な顔してたのが彼女ってのか。どうしたどうしたどうした。何もしてなかったね、今。どうしたどうした。なんか私なんかもう、ほんと甲子園が終わった後の球児みたいな顔してたもん。残念だなぁ。いや、私が今言いたいセリフ。残念だなぁは。残念だった。いや、まだちょっとあるから。そうです、まだまだある。ちょっとある、ちょっとある。頑張ろう、みんなで。頼むよ、頼む。はい、わかりました。そうそうそう、すいません、はい、すいませんでした。一個かぁ。まあまあ、悔しいです、本当に悔しいですけど、一個乗った、いいのかそれで。でもなんとか引き止めた、繋ぎ止めたんですよ。これラストのセットだったんで。つい 4,5 時間前は青い顔してたんですけどね、あの天井単発食らって4万5000円近く入れてね。で、2代目移ってきても、まあ別に最初は普通に淡々と通常時を消化するだけで、この初っ端の赤7で変わりましたね。本当本当一瞬で変わるね、1回の出来事で。いやー、面白い。怖いけど、怖いけど面白い。はい、最低あと2セットでございます。わっ、 V が あった。知らないところで乗ってたね、また。でもこれももう出されたやつなんだよな。全部出されたやつ。ミッションクリアしてんだよ、俺もいろいろね。さあ、果たして何個あと隠れているんでしょうか。楽しみでございます。ありがとう。開いた、開いたんで。え、箱が開いちゃって。優しいね。私もうやめてもいいかなと思うんですけど、どうですか。諦める。いや、諦めなくていいなら打ちますけど。今何ゲームなの。450です。あー、あー、ちょっと重い、ね、あれだね。そうっす、やめとき。まあまあまあ、我々があと、うん、頼んでもいいですか。いいよいいよいいよ、はい、ありがとう、大丈夫。とりあえず私見えてるのはラストなんで、これ大丈夫。君の思いも背負って。いいですか。相当重いですけど大丈夫ですか。まあそういう、うん、まあ確かにね、はい、ちょっと潰れちゃうかもしれないですけど大丈夫。物量的な重さの話もあんのかな。大丈夫大丈夫。え、あ、大丈夫だよ。頑張るね。頑張る頑張る、任せて。頑張る、背負うから。
ちゃんと巨大化出すから、巨大化出すよ、やばいやばいっすね、やばいっす、だいぶ重いね、背負えない背負えない私、骨折れちゃいますあ、拗ねた、ちょっとかか、じゃ最後はじゃ あ最後がやっぱ可愛いか、そうですね、可愛いかもしれない、可愛い顔で全方位に一周したんだ全方位にねじゃあ、あとはお願いします、任せろ、OK、了解です、お願いします、はい、はい、ということで、私はですね、今451ゲームハマ、ってるんですけども、まあ、このまま追ってもですね、ちょっと一応実戦時間的に厳しいかなということで、私は一足お先に、実戦の方を終了したいと思います。まだですね、ミッションどうなるか分かりません、お二人が何かやってくれるかもしれないですし、まあそれはですね、私も期待して楽しみにしていようかなと思います。いや、あんだけ仕事してくれましたもん、何も文句ないですよ。よかったです、多分何も聞けない時の東條さん怖いんで、一応先輩の私でも怖いなって思うんで、あーとか言われるんで、よかった、一日楽しそうでよかった、本当あと何セットですか、あと1個ある、はい、あと1個ある、1枚で見えてるのがラストでした。なんか空気感が良くなさそうな気がするんですよね。終わりましたね。もうでもルーパーないですね。30。はい、それではここで実践終了したいと思います。残念ながらループが0個で。ちょっと伸ばしたらね、4000枚到達したんですけど、まあ、でも後半挽回できたので良かったと思います。ありがとうございました。さあ、上乗せが起こりません。しばらく起こっておりません。その証拠にランプが緑でございます。ゴッドゲームのランプがね、どっかで乗せてれ赤になってるはずなんで、全然乗せてないんで緑です。そしてこのセットも微妙な感じでございますね。乗らなそうな雰囲気、乗らなければここで終わってもおかしくない。使い果たした感はあるよね。でもね、さあ残り2ゲーム、だいぶ15枚引き終わです。16セットで4748枚。先輩すらしない、終わりそうな予感。
ラスト。やはり終わってしまいました。もしかしたら、もしかしたらまだあるけど抜けたっていうことかもしれませんけどね、 G ゾーンを。ただここで終わるだろうなっていうところでタイミングよくストックあるのに G ゾーン抜けるかっていう話ですよね。おそらくはもういないでしょうが、モードのチェックも含めて少し回します。さあお時間でございます。モードの方も期待できなそうなんで、ここで私も実践終了とさせていただきます。実践終了、お疲れ様でした。疲れましたね、いい疲れですねなんだよ、最後あの顔嬉しそうだなすごい顔して打ってましたね。後半1時間くらいだもんね。なんか寂しかったですもん。あ、ちょっと離れてたからね。なんかみんな離れてって、なんか2人、そうね、私だけ離れて、なんか楽しそうだなって。私だけしかもなんか終わっちゃったし、なんかいいなって。いまだかつてない進行具合だね、はい、進めていきましょう。いはい、今回ですね、まあ、ミッションを達成する、はい、ということだったんですけど、まあ結果はですね、上から順に行っていきましょうよ、はい。まあ天空の扉以外は出ましたね。出ましたね、激アツ神の一家たち、で、まあこれはまずクリア、秋野さんがそうですね、朝1速攻でクリア、出しました、はい。で、次がですねリーチ目を出す、はい。これは私がですね、はい、まあ、ちょっとあのその画面すぐレバー押しちゃって、気づいたからね。そうなんですよ、気づいたから808が出ました、はい、はい、私が、はい。で、V ぞろい、はい、V ぞろいは、はい、まあ各々引いたかもしれないですけど、まあそうですね、一番最初に、はいはい、はい、出ました。で、SGG に突入させる、こちらもですね、はい、まあ、私が最初に、引かせていただきました、ね、みんな引いたけどね、はい、まあ、みんな引きました、ね、みんな引きました。で、ゴッドぞろい、まあ我々が引いたんですけども、まあ、先に私が引いたので、はい、まあクリアと。で、G ストップで7ぞろい、はい、やった ね、 もうやりましたね。後半速攻でとちびりましたね。あれはびっくりしたね。もう血浮く、本当後半一発目の出だしで挽回するんでって言って、あれはちょっとやるわ、ね、ちょっとホームランだね。予告満塁ホームラン、いやもうすごかった、強かったですね。ありがとうございます。はいで、まあ、次ちょっと飛ばして、はい、アメージンググレイスを流す、はい。こちらはですね、私と丸山さんが流したんですけども、まあ、私が先に流したので私が達成となるほどはい。で、ちょっとですね、惜しくも、まあ惜しくはないんですけど、まあ、ね、こっちは惜しかったですね。そうですね、 EX は惜しかったんですけど、銀河と EX はちょっと達成できず、で、あとですね、SP 賞金というのがあったんですけども、そうなんですよね、プレミアじゃなかった。そうなんですよ、それは難しいよな、ハレルヤとかさ、ね、ね、いやもうそういうのでしょ、はい、しょうがない、みんな頑張った、っいい実践だった、はい、よかった、ね、ちょっと まだ待ってくださいまだ待ってください、いい実践だっただろ、いや、いい実践でしたよ、うん。いや、これで7個ミッション達成したので、賞金がですね、なんと、はい、6万円、1人2万円やった、すごい、嬉しい、これは嬉しいね。これは嬉しい。なかなかほら、あのガイドのね、はい、そのお仕事に対しての最初に決まってたお金以外にもらえることなかなかないですよ。あんまないですね。賞金とか、はい、あんま縁がなかったんで。あんまない。これは嬉しい。これは本当嬉しい。で、ちなみにですよ。一応収支とか。そう、収支を、はい、一応、ね、あの皆さんに、はい、お伝えしようかなと。どうしますか。じゃあこっちから言いますか。はい。そっちから言いますか。私から言いましょう。先にやめちゃったので。はい。はい、まあ私はですね、まあ、軽く振り返ると、まあ、1台打ち切ったんですけど、まあ、初当たりで赤7と、うん、で2回目の赤7で、2個乗せてから、消化中にゴッドを引き、うん、など雨ぐれも流し、うん、で、まあ、頑張りました、はい。で、投資はですね3万2000円1600枚です、はい。で回収がちょっと最後減らしてしまいまして2814枚、うん、で数かプラスの1224枚で、でもプラスで終わったね、はい、プラスのことが大事ですよ、はい、終えることができました、お上手、素晴らしい、ありが
お疲れ様でした。じゃあ次、じゃあ私いきますね。ですね、前半戦は特に何もしてないので、後半戦ですねGストップで7を揃えまして、はい、ゴッド引きまして、はい、で最終的にですね回収した枚数が3677枚、で投資が1900枚だったのでプラス1777枚、綺麗1777、やりましたね、やりました、3000枚ぐらいですかこれでプラス。そうですね、はい、はい、で僕が、はい、朝一台打って天井単発ですもう記憶の彼方にあるから忘れてたでしょ。そうですね、もう忘れてましたね。言わなきゃよかったよ ね、 そうですね、むしろ思い出しちゃいましたね移動した先で赤七引いて、そこでまあご覧の通りもうめちゃめちゃ頑張りまして、いやすごかったです、素晴らしかったです。あれがまあ全てで、はい、そこからもう後半ずっと AT 終わるまで、はいはい、結局16連かな、おおすごい、しまして、4800、1台目も一応流したんですよ、はい、200枚ぐらい、それ合わせたら交換が4892枚、おなんですが、投資もバカでかくて54000円、はい、まあ、差し引き2192枚のプラス、おすごい、一番プラス、もう一番プラスです、一番使って一番出した、すごいですね、そうそう、もうやっぱこれは気持ちいいですね、これはもういいんじゃないですかね、もうこれで、何がですか、でも全てが丸く収まったあともう一個何ですか、後半、ま、合わせ万枚目指そうよって出玉で、はい、そうですね、計算したんですよ、いいですか、うん、トータル言いますよ、はい、トータル出玉だけですとね、待ってください、はい、11,382枚、最高じゃないですか、すごいですよ、ないですよこんな凱旋動画、しかもサマイでもすごいんですよ、あんだけお金使ったのに3人で結構な額使ってるんですよ、うん、なのにプラス5183枚、いやーもうこれはいいね、すごいですよ、初夢見れましたな、いや夢見れた、本当ミッションもねいっぱいうちら達成したしね、うん、なんだうちらって、ね、いやもう本当に3人のチームワークの企画ですよ、まあ、そうですね、まあ、いや本当今の流れすごい良かったんですけど、うん、でもやっぱ思い出してください、はい、まあ、ミッション7個達成したんですけど、うん、まあね、やべ登場やべ登場みたいな、あの魔の文字がないですね、一応ちょっとメモで名前書いてたんですけど、結構出したよ俺も、あのそうですよね、全部あの通過した後だけどみんなもう出たよっていう、もう雨ぐれなんか何回流したか分かんないぐらい、いや感動しますね、いやいい歌流れてきてましたけど、いやでももう流してたんでお前あれか、達成してたんですよ、一番出した人間に対して罰ゲームをしろと、いや、まあ、出玉でカバーできてたように思いますけど、でもやっぱここがメインだったんで、うん、そこじゃないんですよじゃあ何なんだよ何なんだ、何させたいんだよ、じゃあ、まあ、分かった分かった、もうじゃあ分かったよ、しょうがない、まあ、じゃあ恥ずかしい話しますよ、お軽いやつ、軽いやつ、わかりました、はい、僕新婚旅行でイタリア行ったんですよ、いいですね、おしゃれ、イタリア行って、イタリアって、まあ、ヨーロッパとかも他の外国もそうなのかもしれないけど、トイレがあんまないんですよ、そうですね、確かに少ないの、はい、飲食店とかあと公衆トイレが、はい、まあ、本当に地域に1個2個しかないから探し当てらんないこともあるんですよね、はい、漏らしました。イタリアのどこら辺で漏らした？ベネツィアで。ベネツィアで、あの新婚旅行で。ベネツィアのトイレにパンツ捨てて帰りました。以上です。恥ずかしいです。最後に。まあまあいい大人のなった時ですもんね。そうですよね。飲食店のトイレも並んだんですけど。もう個室満室で、ね、はい、あ全然、そう、あと、あと一人だったんですけど、うん、もう決壊しました以上です、いやこの話臭いですね、匂いますね、おいおいふざけんなよ、決死の覚悟だもんこっちは、まあちょっとね、そんなエピソードをちょっとね話してもらったら、まあ、まあしょうがない、チームワークだと思いますよ、よかったです、ね、はい、楽しかったです、いい、ね、本当に楽しかった、今年一番楽しかった、楽しかったまだ始まって間もないけど今年一番楽しかったです、はい、はい、収録でした、はい、まあ、またですね、はい、このような企画があるか分かりませんけども、はい、まあ、できればまた3人で私やりたいと思ってます、そうですね、はい、はい、頑張りましょう、その時はね、そうですね、またなんか視聴者さんの、はい、視聴者さんのなんか最後、見てる方のまあ声があればまた実現するかもしれませんので、はい、ぜひぜひまた次回を期待して期待してほしくないの、期待してほしいな、もう一回やりたくないだったよ、楽しかったよ、やりたい、今年一番楽しかったもん、
やりたいな、ね、やりたいからよろしくお願いします。はい、はい、はい、以上みんなが見たいゴッド演出全部出せでした。よー、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、はい、まあ、結果から言いますと、はい、9個中7個クリアということで、いや、頑張った方じゃないですか。いや、めちゃめちゃ頑張ってますよ。いや、まあね、すごいと思いますよ。うわ、俺的にはやっぱちょっと雨暮れ流れたのがやっぱすげえかな、うん、やっぱりちょっと雨暮れはちょっと壁かなと思ってたから、はい、まあ、SGGX は無理、無理、これは無理無理雨暮れはギリ、ギリ、まあ、いや、すごいすごい、うん、だって誰も地獄見てないですもん。いや、本当だよね。だまあ一瞬ね、そうですよ、マリモさんが天井で短髪かけてる。いや、でもすごいですね、3人中3人とも終始プラスですからね。いや、本当ね、すごい、すごいです。てか意外と出るんだよね、やっぱね。出るときは出ますけど、出ないときは出ないですからね。あ、ジーンストップだな、やばい、ちょっとね。いや、すごい、できると思わなかったです、正直。俺、収録で矢部と一緒になるとさ、はい、大体乗りつつになるとさ、はい、ならそろえたところで見たことない。見てほしいんだけど。すげえ笑顔だったけど。素晴らしいですね。素晴らしい。っていうか、こんな弾けるもんかね、でもね。ね、でもしかもだって、同じミッションを2回とかやってたじゃないですか。うん、そうね、うん。それがすごくないですか ?1 回にとどまらず、うん、2人、3人と続いてやってたのが、まあね、まあ大体後出しはマリモさんだけど、ね、そうですね、気の毒ですけどね、気の毒ね、気の毒だけど、出玉的には一番そう、これ品種だよね、投資54で、そうなんです、一番様にしてるすごいですね、すごい。その反面、東条はクリアは、ミッションクリアはしてるけど、うん、収支的には一番少ないっていう。まあでも赤七引いて、赤七引いてゴッといったらめぐらないともうワッショだよね。ワッショです。自慢も誰もがやりたい流れですからね。そうね。全体的には。そうか。で、できなかったのが銀河。うん、銀河。銀河。まあ銀河ね。身絡み。潜伏しなきゃいけないからね。そうですね。うん。うん、ストックが3つ以上あって、うん、あ、2つが抜けるけど。通常時に。通常時もほとんど出ないもんね。うん、なんか大量にストックして、はい、まあ、雨ぐれ流した後に潜伏で落ちてっていうぐらいのルートじゃないとちょっと厳しいから、うん、まあしょうがないね、はい、まあスペシャルミッション、はい、まあ、これも結構きついね、まあ、これはまあ本当におまけ程度じゃないですか、ね、だってなかなかやったことあります？天空、俺なんかあるかな、私のステージだったら弾いたことあるかもしれないですけど、お、あ、俺あれだ、 お花畑で槍だったら槍、杖か、杖が刺さるの、へぇ、すって、お、音もなく、もっと、うわ、それぐらいかな、あとはないね。なんだ、あ、アキちゃんの前あれ出しましたね、あの、なんだっけ、ポセイドンステージで 7? あの、ブクブクブクってやつ 7?それとか本当にあんの、それ本当にあるっぽいです。本当にあんの、見たことない、いっぱいあるよね。あります、あります、嘘でしょっていうのいっぱいあるから。リンゴとかね、あ、リンゴか、あれプレミアムか、あります、リンゴない、押したことない、ね、金の、ね、ナイスナイス、あ、うん、まあというわけでまあね、3人で3枚5183枚、はい、いやすごい、ほんと焼肉で、ね、賞金ももらえて、あ、そうですよ、羨ましい限りです、顔差です。ちょっとね、なんか焼肉でも矢部さんに奢ってもらって祝紹介しましょう。まあ、何もしないですけどね。え、何もしないけど。いや、まあ、気分は乗り薄だから。そうですね。いつも通り。俺は打ってないけど、あいつと出乗りだから。出乗り。出乗りだから。負けたら乗り薄じゃないけど。ずるいな。出たら乗りだから。はい、というわけで、はい、以上、みんなが見たいゴッドの演出全部出せでございました。はい。